髪がパサパサになる人の特徴7選。はい、こんにちは、クーペの小山です。はい、普段ですね、僕たちはどういう美容室かっていうと、基本ですね、クーペっていうのお店はですね3店舗ありまして、髪の毛をきれいにするっていうのに主に特化した美容師がたくさん集まってる美容室になっております。なのでこういう感じ、写真や動画のような感じで、美髪にしていく、質感調整や美髪矯正っていう髪の毛を癖を伸ばしながらきれいにしていくっていうようなメニューをしているので、本当に髪の毛をきれいにしたい方々は、僕たちに相談していただければいいと思います。今から言うことたちは髪の毛をきれいにしていくために家で簡単にできるようなこと、知識とかそういうのをですね話していくような感じになっておりますので、はい、ということで本題に行きたいと思います。こんにちは、クーペの岩崎です。本日は髪がパサパサになる人の特徴7選紹介したいと思います。皆さんの周りにも髪型や、スタイルはいいのに髪がパサパサしている方いらっしゃいませんか？ということで、パサパサになる人の7つを紹介していきます。今回は4つ以上当てはまった方は特に危険になりますので、しっかりチェックしてみてください。では発表します。もし周りでパサパサに気になっている方がいらっしゃったら、こちらの動画チャンネルを教えて送ってあげてください。髪の毛を乾かしすぎている。髪を乾かしすぎることによってオーバードライという現象が起きます。こちらによって髪がパサつく原因になりますので、そちらを注意してみましょう。2つ目、ドライヤーの最後に冷風を当てていない。冷風を当てることによって髪が引き締まって形を整えてキープしてくれる力があります。プラスキューティクルも整えることによって髪のツヤももたらされます。3つ目、コテやアイロンを同じ場所に5秒以上ずっと当ててしまうことがよくありません。それによってどうしても中のタンパク質が焼け焦げてしまいます。どんどん髪が硬くなってしまいます。4つ目、寝起きは髪の毛がパサパサになって摩擦が起きている状態ですので、その状態にアイロンやコテを入れることを NG です。寝癖がついている際は、しっかりちょっと濡らしてタオルで拭いて乾かしてからアイロンやコテを使いましょう。5つ目、セルフカラーやセルフパーマを頻繁にしている方。これはなぜかというと、やはり市販のお薬というのはどうしても少し強めにお薬が設定されていることが多いので、どうしても痛みが生じてしまうことが多いです。6つ目、暖房や冷房をつけっぱなしにしている方。どうしても髪の潤いが乾燥とともに抜けていってしまいますので、パサつきの原因になります。7つ目は一番大事になります。こちらしっかり覚えていただいてメモするなり、何かしら保存をして対処しましょう。7つ目はパサパサだからといってオイルだったりトリートメントだったりのアウトバス系のトリートメントをしっかりつけようと思って何個もつけてる方いらっしゃいませんか？それって実はすごくダメなんです。髪の毛が乾く時に限って形を固定することになります。またドライヤーやコテ、アイロン、髪の内部の水分を飛ばすことによって形を作っていきます。そのためドライヤーやコテのアイロンなどの前に髪の毛にベタベタつけてしまうと、形付けの時にどうしても水分が残りすぎたりお湯が残りすぎてしまうことによってアイロンのかかりなども悪くなります。乾かす前のドライヤーの前にアウトバストリートメントをつける場合はベタベタしない量でつけていただいて乾かすことを気をつけましょう。はい、今回以上となります。それでは明日も美髪、失礼します。